やっぱり管理人さんの料理美味しい。おかわりしてあげる。違う、俺はヒーローになりたいのに、これじゃただの便利くんだぞ。必要があればお前を使う。時が来るまでは家事に専念していて構わないぞ。先に入ってるからね。見ちゃった。今シュシュちゃんの声がしたような。びっくりした？あの、うん、おいい瞬間でしょ。マミちゃんはどう思うかな。ねじ切られちゃうよ。この写真バラされたくなきゃ。私の奴隷になってよ。あんまり妙な反応したらキモいけど、管理人さんって男って感じしないし、管理人さんは家事の人だからね。能力なし。さすが組長。瞬殺。上司として連絡があります。拝聴します。シュシュさんはとてもいい人ですから、この機会にたくさんお話ししてみるといいかもしれませんね。こっちが下手に出てるからって、ここは一発ガツンと言ってやって。じゃあ対戦ゲームしよう。おう。負けた方は一枚ずつ服を脱いでいくの。は？けど、上等じゃねえか。俺これ脱いだら犯罪なんですけど。そんな心配してたの？シンシン。男に負ける私じゃないもん。さて制圧完了。じゃ罰ゲームとして全てを見せてもらいましょう。敵中。このままだとちょっとやばいね。ピンチじゃないかあいつ。抜けねえ。なんかすごかった。我慢しろ。ちょっと戦ったくらいでそんなになるなんて。あの、ひびの入った結界って直さなくてもいいんですか？動くな。いただただただだ。シュシュはスリルを周期退治に求めるな。ちょ、何してんの。ますます君という男子に興味湧いてきちゃった。関係続行だね。てか、やばい写真増えてるし。手放さないよ、ユッキ。会いに行かなくちゃ。本当にここでいいんかい？はい、多分もう近いんで。すごい開放感だな。誰もいないし、そしてこの新鮮な空気。凍る、肺が凍る。やばいぞ、冬の北海道。ってこんな死ぬほど寒いのに生足だと。あの、俺ここに行きたいんですけど、道わかります？ずーっとあっち。え、そうですか、ありがとうございます。歩いていく気？え、あ、まあ、はい。多分3時間はかかるよ。隣町でそんなにかかりますか？うん、だって北見なまら広いもん。完全にタクシー降りるところ間違えた。またタクシーを拾えばいいだけじゃないか。この辺タクシー通らないよ。電話で呼んだらすぐ来ますかね。運が良ければ30分かな。一緒に待つ？バス。え、バス？いや助かった。あなたがいなかったら本気で死んでたかもしれません。ねえ、君どっから来たの？今日東京から引っ越してきたんです。東京！なんでわざわざ東京からこんな僻地に？家庭の事情で。うちらのことダサいとか思ってるしょ。いや、そんなことないですよ。というか落ち着きます。まだ俺のダサさが知られていないことも含めて安心するよ。なんか君いいね。16歳です。うちと一緒だ。こんなこともあんだね。なまら受けたけど。柔らかいものが当たっておる。ああ、東京ではこんな風に女子と話したことなかったな。うちもう行くね。あの名前は冬木みなみ。
道に来てよかった。しまった、バスに乗るの忘れた。四季翼です。昨日東京から引っ越してきました。では四季は廊下側の一番後ろの席な。寒寒。同じクラスだったね。いやいや嘘だろ、こんなありきたりな偶然起きるか。したっけ、よろしくね。つばさ。名前なんて家族か男友達くらいにしか呼ばれたことないよ。寒い、すんごい寒いんですけど。大丈夫大丈夫、一枚でも十分ぬくいし。ああめっちゃあったかい。ブランケットありがとう、助かったよ。匂い嗅ぐの？そりゃ嗅ぐしょや。ブランケット貸した、お礼してもらおっかな。うちと翼の仲じゃん。いやいや、まだまだ知り合って2日目だけど。てかさ、翼って彼女いるの？いないよ。それじゃあまたね。明日うち来る？ほら東京のこととかもっと聞きたいし。うち来たくない。行きます。やった、それじゃあまたね。あ、うん。女の子の家に遊びに来たの人生初だ。ドサンコギャル恐るべし。いらっしゃい。どうも。今日うちの親いないんだ。さあどうぞ。ひゃウケる。何しよっか。え、ねえ翼、活言でいい？うん、任せるよ。やっぱ服選ぶのめんどくさいし、もうこれでいいや。知ってると思うけど、俺はかなりしつこいぞ。うわぁ、もうダメ、お腹いっぱい。男子と一緒にいるのに、そんな格好で寝ちゃうかな、普通。ブルーレイは置いてくね。返すのはいつでも大丈夫だから。それじゃあ暗くなってきたし、俺帰るよ。翼、うち気づいたら寝ちゃってた。マジ最悪。またさ、なんつう格好で外出てんの。あ、風邪ひくって。ねえ翼、お腹空いちゃった、セコマ行こうよ。ここのおにぎりお店で作ってるんだよ。え、ご飯炊いてるの？うん、こっちも美味しい。姫様は数々の戦場を渡り歩き、多くの武勲を挙げてきた。どうしてもお話しいただけませんか？王国の秘密、今日から本格的な拷問を開始したいと思います。姫様、拷問の時間です。え？まさか食べ物で釣る気か？子供じゃあるまいし。美味しそう。この私がトーストごときに屈するわけがない。あ、たわわに実った小麦が収穫の時を待っている。拷問はまだ続きます。なるほど、国王軍にはそんな弱点が。トーストパーティー開催よ。我が軍は弱すぎるので、その程度の秘密では勝てない。ああ、姫様にはこれから毎日拷問を行います。たこ焼きなんぞ食べたこともないしねに惑わされるものか。存在は知っているぞ。お味見してみます？ダメです姫様。姫様、国王軍最強武器がそんなところに隠されてカリッタラプニッタラ。魔王様が、そんな強力な武器怖くて使えないと。怖いなら仕方ないですね。また新たな拷問で
姫様、拷問の時間です。ラーメンはラーメンでもこってり濃厚ラーメン、胃にもたれます。やかやこじゃうまいんだ姫様。殺してくれ。そこまで。麺固め、味濃いめ、ほうれん草トッピング。もうすぐ閉店の時間だから、切り落としチャーシューのサービスだそうです。ここ牢獄じゃ。魔王様、ご納得は。明日の拷問、私たちにやらせていただけませんか。呼んだら入ってくるんだぞ。何、心配はいらない、きっと馴染めるさ。よし、行くぜ。趣味は薬局巡り、好きな言葉は。来るかというわけで、みんな仲良くするようにな。はい。人間でもこんな子がいるのか。なんだ今のは。この心を満たす甘酸っぱい感情。こんな子が彼女だったら毎日にも潤いが。ちょっとまだ着替えちゃう。あくつくいいよ。あとはなんて切り出すかだな。初夏の風も爽やかな今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。俺と付き合ってください。ごめんなさい、出直してきます。うん、ひろた、阿久津くんに軽く紹介しといたよ。おお、サンキュー。背がちっちゃくて可愛いのに頭も良くてさ。ま、リリーちゃん狙うなら覚悟はした方がいいぜ。覚悟？友達からでいいから。ごめんね。そこをなんとか。ごめん。俺の目に狂いはなかった。とっとと帰って作戦でも練るか。あっ、申し訳ない。なんでこんなところから。ちょっと迷っちゃって。阿久津です、よろしく。なんでそりゃ。あまねリリーです、よろしくね。よろしく。こうやって会えたのも何かの縁だし、お近づきの印にお茶でもしよっか。あくつくん。誰が来てくれ。動ける。ありがとう。私を助けてくれて。あくつくんって何者なの。そんなに悪い反応じゃない。むしろ彼女オカルト好き。俺たちの世界魔界は今危機に瀕している。あまねに協力してもらえないかと思ってる。ただカリスマなやつを探すまで、たまに魔界まで来てもらって。本当に阿久津くんの役に立てるかどうか。そんなことないよ。なんだこりゃ。我を誘惑するとは、アホな悪魔もおったものよね。天の使いかね。なかなかいい反応じゃの。お前たちはいつもそうだ。調子に乗るのも大概にしろよ、クソ天使。まずい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 、消される。そうじゃ、こういうのはどうじゃ。ふぅ、気が変わった。貴様は消さんでおいてやる。貴様を監視下に置いた上、我の仕事に協力してもらうことにした。阿久津くんと一緒にいたいから。信用できないね。基本的に我らは嘘をつかぬのじゃが、解放する前にしもべとしての証しになるこの首輪をつけてからじゃ。今首を一周したぞ。やべ、うわ、あう。金具にベルトが通ったぞ。あと少しじゃ。我慢せい、この穴に棒を入れて。ここは強引に。もう未来が見えない。王立学園の正門は6時に閉まると定められている。今夜は町の宿で泊まりたまえ。あの、私あまりお金がないから。東側の塀に崩れかけたところがあって、
よくそこから出入りしているそうだ。それじゃあオズくんで。オズくん、ありがとう。オズくん、お前も門限破りだろ。手伝ってやるから手貸せ。寮の先輩に宴会用の飲み物買ってこいって言われてな。ありがとう。ぼんやりするな、よそ見してると。あれ、痛いのは私の方だ。私はエドウィン・バルシャイン、このバルシャイン王国の第二王子だ。遅刻して窓を壊しておまけに罰当番。学園に不審者が侵入した。君たちは外に出ないように。まあ私は平民だからその点は安心だけど。この誰か。私だ。ほら、さっき君の下敷きになった。ちょっと調べたいことがあって、校舎に忍び込んだら見つかってしまったんだ。頼む、しばらくここにかくまってくれ。平民の女性はみんな君のように荒っぽいのかな。また殴ったりしないでくれよ。また明日入学式で。おやすみ、アリシア。気をつけて。あ、ごめんなさい。アリシア・エンライトさん、ご気分でも悪いんですか？大丈夫です。朝だ。ただ魔王を倒したエンディング後に最強の裏ボスが現れる。なんと私である。私が前世の記憶を取り戻したのは、ここはどうやら私がプレイしていた非加油そのままの世界らしいと分かった。まさに理不尽の権限。でも結局倒されてしまう。敵キャラしか使えなかった闇属性の魔法が使える。目立たず平穏な学園生活を送ればいい。復活した魔王をアリシアたちが倒してくれて、めでたしめでたし。えい。魔物を倒すと魔石が手に入る。なんか動きが速くなった気がする。ゲーマーの血が燃えてきた。魔石をお金に変えて各種アイテムを購入。これを身につければレベル上げのスピードも格段に速くなる。腕一本くらいなら魔法で再生できるし。クリアした。15歳の今日までただひたすらに効率重視のレベル上げ。入学してからもレベル上げができるといいのだけれど、建物もゲームのまんまだ。それではレベル測定を行います。レベル測定？入学時はレベル1でも恥ずかしくないよ。レベル99。さよなら私の平穏な日々。おじさん、おはようございます。おはよう。この決裁書なんですけど、ちょっと見てもらってもいいですか？うん、それならここの文面がちょっと気になるかな。というかその案件僕の方で引き取ろうか。それぞれストレスのたまらない仕事をした方が効率もいいでしょ。いやー、かわいい。先輩一の猫ちゃんですか？もうね、この子なしでは生きていけない癒しの極みよ。なにこれ、この子天使でしょ。これこの間の学校の件、お前に任せていいか？あ、はい。これといって名前が売れているわけでもない。どこにでもある中小企業の商社で、当然残業代は少ないから生活は就職当時からカツカツだ。己が一応社会に役立っているのだという雰囲気を感じられるのは。おかえりなさい。ただいま。来てしまった。高い。お迎えするための初期費用も数十万。お金が欲しい。お金さえあればお猫様を迎えることができる。お、文鳥か。かわいい。なるべく揺らさないように運んだつもりだけど。かわいすぎる。ちょっとごめんね。ご飯と水をつけるよ。ああ、そうだ、名前をつけないと。我が名はピエール・カルロ。
異界の都にして星の賢者。やっぱりめっちゃ喋る。あ、じゃあピーちゃん不服なんだろうか。ちょっと顔が怖くなった気がする。今日のご飯は何を食べたいかな。神戸牛のシャトーブリアンを所望する。え、やっぱりめちゃくちゃ普通に会話できてるな。すごく高いお肉だから僕には買えないんだよ。冷凍のが。金がないのであれば稼げばいい。え、我に協力してほしい。え、貴様に我の力の一部をくれてやる。同じ部屋で生活するからには今後とも仲良くしていきたい。これで我は貴様の体を通して元来の力を使うことができる。ピーちゃん、ここどこ。ベイトリアムという町だ。いわゆる異世界ってやつだ。僕の日々は少しずつ変わっていた。ピーちゃんの移動魔法でラッシュに揉まれての出勤が解消されたということだ。商売をすればいいというピーちゃんの提案に前向きにうなずくことができた。だからまずはあの町の紹介の人に会うことになった。お帰りなさい。男を連れ込んでるみたいです。これ、もしよければどうぞ。ありがとうございます。ここがハーマン商会。この町を治める貴族の御用商会の一つだ。持ち込んだ商品は金貨400枚で売れた。ただしこっちは加工品の物価が恐ろしく高い。今後とも仲良くさせていただけたらと思います。未知の料理に舌鼓を打ったり、ピーちゃんから魔法の講義を受けたりした。ということがあったんだよ。我が考えていた以上に適性があるらしい。大したものだぞ。そう？てめえなんか弟子じゃねえ。そっちの出て行け。リストラというやつではなかろうか。弟子として小さい頃から飲食店で働いていた彼は、ここ数年それにさっき食べた味を再現できる料理人なら、もしよろしければ私と一緒に店を出してはみませんか。大通りの一等地に飲食店を出すことと相なった。お納めください。こんなにもらっちゃっていいんですか。ぜひお願いします。飲食店など当初の予定にはなかったように思えるのだが、どういうつもりなのだ。シャトーブリアンは無理でも近い味わいを再現できるかもしれないよ。当初の目的であるこの町の領主ミュラー子爵に会えることになった。飛び込み営業で来た紹介と違って事の運びが慎重だ。ごく一部の限られたものだけが扱える品にございます。以前から持っていたものやこちらで新しく作り上げたものとなります。これらの品々は使い方いかんによっては我々の生活に大きな影響を与えかねない。こうして目標だった領主様とのつながりもでき、腕が。特に言いたいことはないようだな。あなた、どこの異能力者？登録はしてるの？異能力者というのは？さっきのつらら、あなたが撃ったのよね。いつ頃から撃てるようになったの？つい数日前ですけれど。ノラの異能力者に助けられるなんて。あの女から、これといって魔力は感じられないな。魔法とはまた異なる枠組みの上で成り立っている現象ではなかろうか。お出かけですか？ああ、うん、お出かけだね。あの、少しだけ話をしたいのですが。ああ、ごめん、今ちょっと急いでて。私は星崎。佐々木と申します。異能力が発生する割合は10万人に1人程度。異能力は1人につき1つ。犯罪行為に手を染め社会に大きな混乱を与えてしまう異能力者も。これはまた立派な。今日からここがあなたの職場になるわ。うん、お礼はいいわよ。働きに応じて多額な給与を得ることもできるの。あなたはどういったことができるのかしら。つららが打てるだけです。見せてもらってもいいかしら。あなたの異能力、私の異能力ととても相性がいいわ。私は水を操ることができるのだけれど、ゼロから水を生み出すことができない。水源の問題も解決ね。これで制限なく異能力を使うことができる。
やばい人の目に留まってしまった気がする。はい。仕事よ。そして相変わらず化粧が濃い。これを判断するべき方にお目通しを願いませんか。やっぱり年を取っている人間は使いにくいわね。私の名前は阿久津。君の上司となる人間だ。連絡はそこに入る。なるべく普段から携帯するようにして。緊急の呼び出しがあるとなると休日でも気が休まらない。100万円。遅かったですね。前にご一緒していた女性はお付き合いしている方でしょうか。彼女は職場の上司かな。それじゃあおやすみ。今日の昼間あの部屋に人が入ってきたぞ。何やらごそごそと取り付けていたが。ですが自宅に監視カメラや盗聴器は勘弁してもらえませんか。すまなかった。これは通過儀礼のようなものなんだ。どうか私の下でその手腕を存分に振るってもらいたい。うん、本当に使えそうだね。こんなにいらないよ姉ちゃん。何言ってるの。ちょっとはまともな格好しなさい。そこんとこ感謝して生きていかないと。いいところに勤められてよかったね。ついでに乗客も連れてきてくれると嬉しいわ。息がいい人でお願い。うちの子をよろしくお願いしますね。では行きましょう。ああ綺麗だな。あんな子六将官にいたか。部屋に注目されました。それはお前が。何でしょうか。何でもない。薬屋、ここではいつものそばかす顔に戻してくれ。高級管理官が六将官の疑似を見受けしたらしいぞ。それでこちらは。俺の家だ。今度は外邸で働くことになります。次女のスイレンよ。あなたがシャオマをね。あなたなら大丈夫そうね。にしても住み込みの下女の部屋にしては立派すぎる。外邸で働いてもらうと言ったろ。患者試験を受けてもらうぞ。おはようございます、スイレン様。配膳だけ手伝ってくれる？はい。何度か新しい子を入れたことはあったんだけど、ま、いろいろあって続かないのよね。さすがに見たこともない下着がタンスに入っていたら誰だって嫌よね。大変ですね。さあ、坊ちゃん、起きてください。朝寝ですよ。無駄な色気を。実に罪深い性質を持つお方である。この宦官の匂いを集めて惚れ薬にできれば売れるかも。あらシャオマオ、ちょうどよかったわ。炭を執務室に運んでくれない？ここが人士様の執務室か。どんだけ位が高いんだあの坊ちゃんは。新入りの観察か。資格を有し、家柄と教養があり、それだけのプライドがある。あなた何様のつもりかしら。どうしてあなたみたいな子が人士様直属なのよ。つまりあなた方は私に嫉妬しているのですか。あの天女のようなお方が相手にするはずないですから。私には分かりませんが、そのような特殊趣味なのでしょうか。なら、なんであなたが雇われているの。私のようなものにも食いぶちを与えてくださるのですから。お前、いつもああいうのに絡まれているのか。勉強の方はやっているのか。そそ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 そ。うわぁ。静かにね。なぜ落ちる。なぜ受かると思う。どうしましょうか。どうしましょうね。あなたの立ち入る場所ではないはずです。殴る前に言ってくれないか。軍部か。若の前に毒味を立てといて正解だったの。功績ですよね。お鍋の取っ手も。あら、
食うんかい。火を扱うことくらいできます。ずいぶん邪悪な色の弱火じゃの。